お疲れちゃんです、ラットです。今回はですね、もう、はい、あのですよ、もう世界一害悪デッキと呼ばれたねデッキが帰ってきましたというわけで、はい、こちらでございます。よいしょ。もうディガポイロケですね。もう使ってて批判しかなかった。本当になん、もうクソデッキクソデッキって言われ続けてたんすけど、まあ結局ね、強いからいいかなっていうね、勝てればいいからやばい、アンチは来そう、アンチしか来なさそうなんですけど、まあまあまあね、はい、こちら、まあ、ちょっと前に、だって本当にいつだろうな、何だろう、ロイホグが強くなる前までから、そう、マジアチャーが増えてこのデッキが結構潰れたんですけど、もうマジアチャーがねいなくなったんでね、そう、もうこのディガポイロケが無双する時がやってきましたね。はい、ってなわけで、もうガチ引きこもりです。引きこもり、あー、これもテスラ置いちゃいます。テスラのね、衝撃が強くなったんですよ。早くなっただ、衝撃が強くなったんだけど、衝撃が早くなったんですよ。これここで命して、 OK OK、 強っ、なんか強い、なんか気持ち強いですね。そうで、こんな感じで、まあ引きこもりますね。あとはもうディガープラスポイズンプラスロケットで勝ちですね。いや、これロケットはさすがにやんちゃか。まあいいや。撃っちゃって、どんどん、オッケー。もうこれで線削れてますからね。やばい。キチガイだ。これもうバルキリーもあるから、あー、なるほどね。でもね、それも言うて怖くないんですよね。マジで。怖くないって言ったら嘘になります。よいしょ。はい、トルネッティーヤですね。テスラが強い。耐えて、痛い、やばい。ここで小島が来るとやばいって思っちゃうんですけど、バルキリーがあるからね、言うてなんですよね。相手、ペッカビビドラ工場、ガゴ。吹き矢がありそうだけど、ないかな。まあまあまあ、トルネがさすがにないですね、相手。オッケー。なんで、マイナー飛ばして、まあ、ディガですね。よいしょ。で、これもバルキリーで受けてあげれば、何も怖くないですね。はい、オッケー、もうね、強い。結局、バルキリーも強いんですよね。で、このベビドラは、まあ、許容でいいかな。うん。と思ったんですけど、このロリババキタンとルネだけ使ってきます。はい、オッケー。ペッカインで、その、このテスラの枠が、なんか、墓石とかもあったり、いろいろあったんですけど、まあ、テスラ強化受けたんでね、まあ、テスラを使おうかっていうところではありますね。相手取りだったの？え？どうした？マジでどうしたって感じなんですけどね。おいしょ。まあね。これもね、テスラでオワコンだで。だで。あ。まあまあまあ、危ないですね。危ない。まあまあ、言うて、これもね、テスラも回っちゃう。あ、待って、近すぎた。君、あー、待って、バルキリー。あー、いい突撃。あ、これ、アイスユーズ削り。これ狙ってたんで、僕。これ多分ね、ライトニング来るの。いや、来ないか。危ない。危ないんですけど、結局ね、もう知ってました。これ900っていうのがもう、スペル圏内なんですよ。多分。知らない。全然知らないけど。やばくないですか、これ。これやばくないですか、これで折れた。やばいでしょ。これやばい。マジで、こんなことしてるから、本当に、ね、嫌われるかもしれないんですけど。もう、ね、今、相手必死でディガー防衛しようとしてたんだけど、なんもなんだろうな。数えとった方がいいですね。628と、39×8。むずい。320と8引いて、312？ ん？そんな感じかな。312？ 多分。ってことは？やばい、来た。940。あ、ロケっぽいだけで940だから、多分。多分ですけどね。940だとして、間違ってるかな？1050ぐらいは削れますね。1063。正確なら。まあ、1050ぐらいか。こうやって26っすね。26でも相性いいんですよ。めちゃくちゃ相性いいんですよ、これ。勝ちたいですね。はい、ロケット打ちまーす。いや、さすがに早かったか。まあいいや。テスラあるしね。オーケーこれね、めちゃくちゃ相性いいんですよ。けど、マジでうまいね、
人だとたまに負けるけど、まあ、ほぼ勝てますね。これは今度ホグをトルネで吸いつつ、バルキリーでね、マスキンティーを処理していきます。あー、これあれだな、一発、確実に一発で抑えるやつですね。痛い、このアイゴラの爆破が痛い。あー、そう、意外とねやばいんすよね。これやばい、やばい、これなー、このアイスピュー多分守ったらダメなのかな。ディガー飛ばしたら多分大砲で受けてくるかな。ポイズン打っていいかな。いや、打たなくていいよ。オッケー、オッケー、相手、それ欲しい、それ欲しい。これバルキリーとテスラっすね。あ、待って、自分で遠くやった、やった、止まれ、オッケー、まあ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 、2500、2500、オッケーオッケー、もうね、打ってきまーす。ディガーと組み合わせたいですね、どうせなら。これファイブ誘ってこういうことだ。オッケー。あー、相手うまい。そのマスキティア、エロい。これやばい。これがやばいんですよね。やばい。やばい、待って。なぜ負けそうになる。あと600はファイブを削りされちゃうから、もうこっちも削るしかないですね。全力で。全力スペル。オッケー、ロケット落ちる。いや、落ちない。やばい。待って。ええー、だって左も落ちてる。でも落ちそうなのに。やだやだやだ。やだ。いや、マジやだ。最悪だ。待ってー。待って。あと13。ワンチャンに発殴んねえかな。あー、硬かった。これはね、多分ね、シンプルに下手だった。シンプルに下手だった。シンプルに下手だったな。もったいないな。もったいないですね。ホグほど相性いいのはないぐらい相性いいんですけど、マツキにしっかりバルキリー当てたりして、もっとね、もっとね、丁寧にやればいいんですよね。ロケットは多分飛ばしすぎなんですね、僕は。そうだから丁寧にいきたいと思います。よいしょ。ってなわけで、相手、あー、迫撃っぽいな。迫撃か、あ、ガイセーズ逆だな。まあいいや、これテスラ構えといて、うわー、最悪だ。ありがない、ありがない、ありがない。ポイズン、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 ポイズン。やばいやばい、待って、これコウモリ入る、コウモリ入る。やばいやばい。まあいいや、まあいい、まあいい。これぐらいやね。相手、ジャイスキャラか。ジャイスキャラだから、多分めちゃんこ相性いいんじゃね、これ。めちゃんこ相性いいっすよね、多分。だって、ジャイをテスラで処理して、スケラポイズンしとけば絶対勝てる。なんですけど、でも結局あのジャイスケラのスケラって守っても守れないんですよね。うん、そうなんですよ。ポイズンボーイしたところで絶対入っちゃうから、それ痛いんですよね。あ、出た。うわー、なるほどね。これ美味しくないですか。美味しいですね。うまい。これでディガー飛ばしたいけどないから、でも相手も今ジャイないから、まあ、そうですね、ここは捨てかな。このやりこぶは入れさせないで、本当は攻めでポイズン使いたいんですけど、使ったら防衛が多分やばくなっちゃうんで使わないですかね。こっちだ、こっちが削れてる。よしよしよし。でちょっと前バルキッ、 OKオッケー、これでもポイズンあるしね。オッケー、よいしょ。もうこれでね、完封とまででもいけないんですよね。これが辛いのが、ちょっとだけ入っちゃうんですよね。あれ、ワンチャン完封した。これディガープラスウッドで絶対ギャング来るから。あ、ギャングじゃなかったけど、けど当たったから許してほしいオッケー、これでもう一回ポイズン防衛。オッケー。でもこれを繰り返すか、まあロケット打ってもいいですね。ここで一回。あ、でもテスラが残ってないと、多分ロケットこれ打たない方がいいんですよね。で、これ惜しい。これやりこぶ処理しつつ、スケルトン部隊処理。オッケー、綺麗、鮮やか。
で、あのギャングは、あれ、あれ。美味しくいただきます。よいしょ。プシュ。はい。勝ったっつね。これもディガープラスの一回攻めポイやっていいかな。いや、ダメだ。これ甘えたらダメです。いや、甘えよう。一回やっちゃった。一回やっちゃった。一回やっちゃったから、ここのあれが怖いんですよね。あの、相手のスキラ。あ、待って。やばい。ウッドも使った。やばい。絶対攻めてくるから、相手。これはね、さすがにそうなっちゃうから、頑張って止めるしかないです。前さえ止めれば。OK。OK。OK。こもりたい。OK! 来たー。いや、一回守ろう、一回守ろう。一回守ろう。ちょい、ロケって打ってると、その瞬間にワンチャンやられちゃうみたいなとこあるから。いきまーす。たたたん、たたたん、よいしょー。やば、気持ちいいわー。ね。1000切ったらもう、勝ちだから、やばいですね。よいしょ。はい。ってなわけで、復活ですね。これ、しかもあの、テスラクロスがまあ流行ったとして、クロスにも結構勝てるんですね。普通に勝率良くて。まあマジでめちゃくちゃうまいクロスだったら引き分けかワンチャン押されるか。でも言うてそれでも勝てるからマジでおすすめですね。はい。こちら。ね。外役デッキ復活です。はい。というわけでね、今回終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。バイバイ。